はい、秋葉に来てます。今日はね、欲張りなハニー現体制ラストライブということで、私の応援している篠宮凛さん、一応まあ今日で卒業ということで、で二部制になっててね、このあと10分後ぐらいにまずあの12月がお誕生日だったそうなんですけど、ちょっと去年いろいろあって開催が延期になってしまったということで、今日この卒業ライブ、お別れライブのなんつうの昼に生誕祭があるということで、秋葉まで来ました。いやーかつて、G コンプレックス、ストレーシープクレイモア、そして今欲張りのハニーと3グループに在籍してたんですけど、で3つともね私は追っかけていましたが、いよいよこれで最後ということで、今日は秋葉ですが、渋谷界隈のライブハウスももうこれで行くことないのかなと、ちょっと寂しいですけどね、ということでこれから アオハリウム、なんだっけ、秋葉じゃないんだよね、なんとかアオハリウムというところでこれからライブが行われます。今日は混んでんのかな、さすがに私は当日券なんで、もしかして売り切れちゃったらどうしようという心配も若干あるんですが、まあまあね、ちょっと悲しいけどチケットは残ってるってほどっぽいのでね、多分大丈夫でしょう。ここ曲がったとこなんですね、東京アオハリウムって言ったかな、最初来た時場所が分からなくてね、え、まさかこの地下っていう感じでちょっと驚きましたが、さあということで到着しましたね、無事ね。はい、これからチケット買って突入してきます。ここですね、ここアオハリウム、なんか知ってる人がいる。あれ、カメラに映っちゃいけない方々が大丈夫ですか。あどうもどうも、ご無沙汰してます、すっかり。いや今日はライブですね。今動画撮ってるんですけど、喋ります、どこで流すの、山中渡るチャンネルっていうのがあんのよ。見る見る、ここの鬼カットしてる。いや、そういう技術ないからそうだろ。いや、楽しみだね、今日ね。さあ、終わりました。一部泣いてしまいました。やっぱダメですね、もういろんな思い出がなんか頭の中舞い降りてきて、一番やばかったのはね、まあもう最初からずっとちょっとやばかったんだけど、マットラブっていうね、イクスワイズの曲、エンパイアか、いやもうイントロの瞬間からブワってなっちゃった久しぶり。いやいいライブでしたね、りんちゃんね。まあ、あとこの後グループとしてのね現行ラストというのがあるんで、ちょっとね2時間ぐらい空いてんだよね、ちょっと飲んでこうかなと。本当はアイドルのライブ酒飲んじゃいけないんだけどというのが僕の中であったんだけど、まあいいや今日はということで。でもね、あのね、一生前にマットラブってちゃんと言えたと思うんだよな、タイミングどうだったのかな、まあ、分かんないや。はい、じゃあちょっと飲んできます。はい、美味しかったですね。はあ、ねビール2杯とメガハイボール2杯、あと焼き鳥、その他もろもろいただきました。さてでは第2部というか、いよいよラストライブ行ってきましょう。お、もう一個か、まあいいや。いやーしかしいよいよりんちゃん最後のステージですね。まあ通算何回見てきたのか分かんないけど、どのライブもね非常に楽しかったです。
まあ最後大いに楽しみましょう。友達以上やったー。やったー。そんな場所に出かけたって、君にしたらただの夢で、二人きりにはない。はい、ライブ2本目も終わって帰ってきました。じゃん、アグリルスタンド。さて、今白宮凛さんと言いますが、まあ凛ちゃんですね。まあ一番最初は G コンプレックス、そして、ストレイシープクレーモア、そして今欲張りなハニーと。その前にね、OSU とにっていうところに入ってたらしいんですけど、そこの頃は私はネットでしか知らないんでね、見たことあるんですけど、いやー、
終わってしまいましたね。やっぱりダメでしたね、ちょっとね。なんかまあそれなりにずっと応援してたんでね、なんというかまあなんですかね、わかんねえけど、やっぱちょっとね、まあなんだろうな、悲しいのか悔しいのか、いやもう疲れたの、お疲れ様なのかわかんないけど、ちょっと若干本当に泣いてしまいましたけど、最後特典会をね、もうすごい行列でね、チェキ券っていうのを一応10枚買ったんですけど、あと他の人のも1枚ずつ買ってね、写真撮らせてもらったんですが、もうねお別れなんでね、まああのこれグループの一人を応援してても結局結果的にグループを応援することになるんですよね、結果的にというかね自然とね。ですんでまああの前のグループもそうでしたけど、今回もね、もうこれで卒業して、まあグループ時代もねちょっとしばらくお休みするみたいですけど、まあねとりあえずまあちょっと酷な言い方だけど、もう会うことはないと思うんだよね。ですんであの最後は皆さんとねちょっとお別れの挨拶したかったんで、並んで挨拶したためにリンちゃんのチェキは1枚しか取れませんでしたが、まあいいです、もうあとはまああのね事務所にも楽しませていただいたんで、せめてものお布施って感じでちょっと払ってきましたけど、まあそんな感じで終わりました。いやー一応ね撮ったんだよね、動画ね撮れてんのかな、うまくわかんないけど、ちょっと後で見るのは楽しみです。いやーなんかねやっぱりまあ桃井のクローバー Z っていうのはね僕ねずっと応援してんだけど、やっぱこういったちょっとねまあちょっと言い方があれなんだけど地下アイドル的な存在っていうのは初めてでしたんで、まあ初めてね行った時渋谷だったんですけど、まあ渋谷ってね、まあそんなことないんだろうけど、やっぱなんかちょっと怖いイメージあるんですよね正直。親父狩りとかね、まあそんなことないんだろうけどめったには、まあなんかストリートキッズみたいな感じのね、みんなラジカセ首に持ってってちょっと古いけど、渋谷のイメージあったんだけど、初めて行った時は本当怖いし、なんか街もよく分かんなくてね。で僕はね最初の頃ガラケーだったんじゃないかな、もうあれかな、スマホだったのかな、ちょっとそこら辺定かじゃないですけど、わずかね1キロぐらいのところをね初めて行った時ね、もうタクシーで行ったんですよね。タクシーの運転手さんに近すぎますがって言われたんだけど、いやもう行ってくださいと、お願いして行ったんですけどね。それとかあのまあ平日応援できる人ってなかなかいなくてね、G コンプレックスの時だったな、あれ平日私見に行ったライブ、これも渋谷でしたけど、G コンファンの方がね私一人だったという、いやーこともありましたね。まあ楽しい思い出ですよ今となっては。でストレイシープクレーモアでね、ようやっと渋谷の街さんはね分かってきたんですよ。あこういう感じかと、ここはこっちかあっちはかみたいなね、でな感じで慣れてきたんだけど、今度の欲張りなハニーさんはねあんま渋谷なかったんだよね。まあ別になきゃないでいいんだけど、秋葉とかね、あとあれねどこだっけ、大塚だっけ、どこだっけ、代々木だ、代々木多かったですね平日ね。まあそんな感じでいろいろ楽しませていただきました。でねこれね本当ね、まあお世辞抜き若干入ってっかな、僕はねライブってねいつもねライブ終わるとライブあの何々最高って言うんですけど、これはねまあ最高ってお前何回も最高じゃねえかって感じになっちゃうんだけど、結局ね生で見てるライブがね僕はもうあのかつて見たライブよりも本当一番だと思ってるんでね、なんかそんなイメージでそういう風にやってるんですけどね。でねこのライブ自体の楽しさっていうのかな、まあ、曲の良さとかねそういうのはまあとりあえず置いといて、楽しさでいくとね、いつも思うんだけど、もう本当に僕はねポール・マッカートニーとか、まあ、最近もうさすがにも来ないかな、あとモモイのクローバー Z ね、まあ、これのライブ見せて本当ねいつも楽しんでんですけど、まあリンちゃんの所属してたグループのライブはねどれ見せてもね同じぐらい楽しいんですよね。曲がねどれが好き
とかっていうのはまた置いといて、別の話ね。常に楽しいのね。やっぱね、だからなんかそれが不思議なの、ライブって。まあ、ということなんでね、もう私ももう55ですから、もうなんかりんちゃんももうやらないのかな。まあ、こんな動画撮っておきながら、また復活したらもう抜け抜けと、のこのこと、追いに行く所存でございますが、まあ、当面もうないのかなって感じでね。ちょっと寂しくもありますけど、なんかそんなこと考えたらちょっと泣けてきちゃってね、あ、もうこれで最後なのかななんていうのがありましたが、まあそんな感じで私もこのアイドルを追っかける日々がいよいよ終了ということになりました。これからはもう桃色クローバー Z 一筋、あとはポール・マッカートニーさんが来るならあれだけど、もう個人的にそれ来てもらいたいんだけど、体も心配なんでね、もういいかなってとこもあるんですが、まあでもね、そんな感じでちょっと、まあ他のライブとかも行きますが、当面そんな感じになりますね。いやー、いつもね、たまにツイッターとかね、そういうので返信するときね、頑張りんちゃいっていうね、方言があるんですね。岡山のね、方言なんですけど、これは岡山の湯の子ベル、農園行ってる時にね、どなたかがね、どなたかっていうかね、私はね、女子サッカーの応援の師匠っていうのが実はいるんですよ。会ったことも喋ったこともないんだけど、勝手に応援し、勝手に師匠だと思ってるんだけど、その方がよく使ってた言葉で、頑張りんちゃいっていうね、頑張りんちゃん、頑張りんちゃい、こまりんちゃんとかかってるような感じがしてね、いつも頑張りんちゃいっていうんですけど、本当これからの人生、頑張っていただきたいですね。頑張りんちゃいってことで。なんか何の動画なんだかよくわかんないけど、これ上がんのかな、これ。はい、ということでちょっと今日もライブ堪能してきました。少し寂しくありますが、本当に今日もいいライブでした。生誕ライブはね、今までどんどん見てどれ、いろんな方の生誕ライブ見てきたけど、本当は一番良かったと思います。これはもう本当の話、一番いい構成だったし、一番いい出来だったと思います。はい、選曲も素晴らしかったですね。はい、ということで、一生お前にマットラブ、一応できなくなりましたが、まあこれからも人生頑張ってていただきたいと思います。ということで、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。りんちゃん、どうも今までありがとう。